2012年世界フィギュアスケート国別対抗戦は、2012年に日本で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。他の大会と異なり、個人ではなく、参加国の総合順位を競うことを主目的とした大会である。国別の団体戦は、2014年のソチオリンピックより、オリンピックの正式種目となることが決定している。2011から2012年シーズンに開催された第2回世界フィギュアスケート国別対抗戦。2012年4月19日から22日にかけて、東京都の国立代々木競技場で行われた。各国所属選手の当該シーズンの成績により6カ国が選出され、男女シングルは2名ずつ、ペア、アイスダンスは1組ずつ選手が参加した。日本選手は男子シングルに高橋大輔、小塚貴彦、女子シングルに鈴木明子、村上佳菜子、ペアに、高橋成美、マービン・トラン組、アイスダンスに、キャシー・リード、クリス・リード組が出場し、高橋大輔が、チームのキャプテンを務めた。シーズン成績や、世界ランキングで小塚を上回る羽生結弦は、右足首捻挫のため外れた。第2回大会は、当初2011年4月に、横浜市、横浜アリーナで開催される予定だったが、3月11日に、発生した東日本大震災の影響を受けて中止となり、新たに日程が組まれた。2011、2012 ISU グランプリシリーズ、2011、2012 ISU グランプリファイナル、2012年4大陸フィギュアスケート選手権、2012年世界フィギュアスケート選手権等の主要大会で各国の選手が獲得したポイントを合計し、上位6カ国が代表となった。出場選手は、各国のフィギュアスケート統括団体が2012年世界選手権の成績や世界ランキング等を考慮し、以下の通り決定した。上記のほか、エキシビションにのみ、以下の選手が出演した。国際スケート連盟は、グランプリシリーズや世界選手権で最も良い成績を収めながら、所属国に出場資格がない選手を最大4名、招待するとしていた。国際スケート連盟招待枠開催国招待枠、各チームには、団体成績に応じ以下の賞金が与えられた。このうち、シングル選手には1名につき 15%、ペア及びアイスダンス選手には1組につき 20% の金額が割り当てられる。エキシビションに参加しなかった場合は、シングル選手は1万米ドル、ペア及びアイスダンス選手は1万5000米ドルが差し引かれる。なお、エキシビションにのみ招待され、競技には参加していない選手には、以下の出演料が与えられた。エキシビションにのみ出演する選手への出演料を含む。ありがとうございます。